れ？どうしたんですか？アイドルですか？なんだか大人って感じがします。はい、小宮果歩、12歳、小学6年生です。はい、みんなより背が大きいからよく大人と間違われるんですけど。よく知らなかったから帰ってからいろいろ調べてみたんです。そうしたらアイドルってみんなを笑顔にするらしいんです。これって私が好きなヒーローに似てるなーって思って。やっぱり！それでお父さんとお母さんにもこの話をしたら応援してくれたんです。だから私の秘密基地に来たみたいで楽しいです。はい、あ、プロデューサーさん見てください。すごいスピードでパソコンを使ってます。いつも眠そうにしてるのにすごいです。なんだかピンチのヒーローを助ける正義の味方って感じがします。ですよね。かっこいいな。ここでなら本当にヒーローになれる気がしてきました。お疲れ様です、プロデューサーさん。カホさんを見てると、私たちまで元気がもらえますね。番組でも向上心が大事だって言ってました。やっぱりアイドルとヒーローって似てるんですね。はい、私プロデューサーさんと戦います。ドーン！
私がヒーローみたいに。じゃあかっこいいポーズとかも必要ですよね。今から考えておかないと。どんなポーズがかっこいいかな。はい、ヒーローみたいになれるように頑張ります。ヒーローも毎日の特訓が大事だって言ってました。みんなの笑顔を守るには日々の鍛錬が必要だって。みんなの笑顔を守るためにアイドルも毎日のレッスンが大事なんですね。潜在能力、私知ってます。眠れる力です。みんなを笑顔にできるヒーローみたいなアイドルになるために今日もレッスン頑張ります。本当ですか。そっか、やったー。私続けて勝利をつかみ取るですね。はい、よーし、プロデューサーさん、早速レッスン室へ行きましょう。ヒーローになるためには特訓あるのみですよ。たっくさんレッスンして早くみんなを笑顔にするヒーローになりたいです。プロデューサーさんと一緒に頑張ります。はい、よろしくお願いします。シミュレーションですね。わかりました。はい、じゃなかった。ああ、私は遥か遠い宇宙からやってきま、あ、来たんだ。必殺技は宇宙の力を借りて敵を倒すスーパースペクタクルビームだ。え、もう終わりですか。わかりましたか。私気づいたんです。ヒーローの真似をしてみたらアイドルとしても活躍できるって。はい、これで私も人気者になれますよね。さ、作戦会議。はい、指令。いろんな人を笑顔にするってことはアイドルもヒーローも一緒ですよね。私もそう思ってヒーローを真似するのがいいんじゃないかって思ったんです。はい、連携技で戦うヒーローとか100万馬力で戦うヒーローとかいっぱいいます。
私らしく。わかりました。はい。あ、でも私のいいところってどこなんでしょう。怪人とか悪の組織をやっつけて町の平和を守ってです。歌とダンスをお客さんに見せてです。そっか、アイドルにはアイドルの戦い方があるんですね。わかりました。私は私らしいやり方でお仕事をします。私がかっこいい、それってヒーローみたいにですか。私のいいところ、わかりました。私、ヒーローみたいなアイドルになれるように頑張ります。あ、プロデューサーさん、二次審査の結果出たんですよね。どうでした？私、ちゃんと通ってましたか？ヒーローは壁に当たった時に必ず強くなるんです。苦難はチャンスだ、涙は汗に変えろです。はい。でもヒーローが成長できるのは自分だけの力じゃありません。プロデューサーさんが一緒だったから私はどんな困難でも乗り越えてこられたんです。プロデューサーさん、これからも一緒に頑張りましょう。本当に私ヒーローショーに出れるんですね。はい、いろんなヒーローショーを見てきました。そのステージに立てるなんてすごいです。ヒーローと一緒のステージに立てるんだから頑張らなくちゃ。みんなでヒーローを呼びましょう。せーの、助けてユニバース G。 みんなユニバース G に力を送ってあげて。頑張れ。これで本日のイベントは終了になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。でも、あ、すみません、さっき小さい女の子のお客さんが私に話しかけてくれたんです。今日私に会えることをとっても楽しみにしてたって。その子はヒーローショーじゃなくて私のことを見に来たって
言ってくれたんです。はい、私もすごく嬉しいんですけど、よくわからなくて。私ずっとヒーローショーってかっこいいヒーローを見るところだって思ってたんです。でもヒーローじゃなくて私を見に来たってどういうことなんでしょう。私に憧れ、ヒーローよりもですか？私がヒーローに憧れるみたいにですか？アイドル、小宮加穂、プロデューサーさん、私もっと憧れられるようなアイドルになりたいです。それで私がヒーローに元気をもらったみたいに、もっといろんな人に元気をあげられたらいいなって。なのでいろんな人の憧れになれるようにこれからもっと頑張ります。でもヒーローショーなのにヒーローじゃなくてよかったんでしょうか？はい、かっこいいヒーローを見ると元気がもらえますから。そうなんですね。私、自分がそんな風に思われてるなんて考えてもいませんでした。そっか。じゃあもっともっと頑張らないとですね。私の好きなヒーローはいっつもかっこいいんです。だから私もアイドルとしてもっと憧れてもらえるようにならなくちゃ。プロデューサーさんはいつもちゃんと見てくれてます。アイドルとしての輝きですか？なんだか強そうです。それってなんだかヒーローの力みたいです。アイドルの強さもみんなを笑顔にできるんですね。私、みんなをもっと笑顔にできる強いアイドルになりたいです。本当ですか？嬉しいです。審査を通ったってことは、私を応援してくれる人がいっぱいいるってことですよね。そうですよね。あの、プロデューサーさん、一つ聞いてもいいですか？私のことを応援してくれる人がいるってことは、私が特撮番組を見ているような気持ちで私を見てくれている人がいるってことでしょうか？そうですか。そうですよね。必殺技がビシッて決まるのがかっこよくって。
なんですから。あ、ほんとだ。じゃあ、行ってきますね。出動。わー、そんな助けてー。はい、お疲れ様でした。私、最近新しい夢ができたんです。今まではずっと憧れてたヒーローみたいになりたいと思ってました。でも今はヒーローを目指すんじゃなくて、すごいアイドルになりたいと思ってるんです。私は私らしいアイドルになろうって。ヒーローがヒーローのやり方でみんなを笑顔にするように、私は私のやり方で。え、私また大きくなりましたか？心ですか？立派ですか？私いろんなヒーローが好きで、今までたくさん見てきました。みんな一人一人違う心を持っていて、でもどこか似てる。ヒーローとして大切なところがあるんです。私は私だけの心を持ったアイドルで、ヒーローとして大切なものもちゃんと胸にある。今ならそう思います。はい、私はこれからもヒーローみたいなアイドルとして頑張ります。だからプロデューサーさんもついてきてくださいね。私がヒーロー？そっか。憧れてたヒーローに私らしく近づけたってことですよね。はい、ヒーローみたいに、いえ、アイドルとしてみんなに笑顔を届けてみせます。はい、前にプロデューサーさんが教えてくれたみたいに、私らしさを大事にしようって思ったんです。それはまだなんですけど、アイドルのお仕事をしながら見つけたいなって。そうしたら私らしい私だけのアイドルになれると思うんです。それで誰よりもかっこいいアイドルになるんです。最初に比べると私もずっと強くなった気がします。最近アイドルのお仕事をしてると、私もヒーローに近づいてきたなって思うんです。みんな
なから応援されて、みんなを笑顔にして、困難にも立ち向かい続けて、そして最後には必ず勝利するんです。本当ですか？プロデューサーさんに褒められちゃいました。アイドルとしてパワーアップしてるってことですね。とえへ、私今ならどんな怪人が出てきても倒せる気がします。はい、よろしくお願いします。私アイドルとしてもっと強くなりますから。プロデューサーさん、私ヒーローみたいにみんなを笑顔にできるでしょうか？はい、そうですよね。ヒーローならこのくらいの壁乗り越えなくちゃいけませんよね。はい、小宮カホ行ってきます。うわーい、準決勝突破できました。ありがとうございます、プロデューサーさん。ファンのみんなのおかげです。ステージに立つとファンのみんなが応援してくれるんです。応援してくれる人がいるからヒーローは元気に戦えるんです。はい、元気をいっぱいもらって、そのお返しにいっぱいみんなを笑顔にしたいです。決勝戦ももっともっと頑張らなくちゃですよね。みんなの応援や笑顔のことを考えると元気が湧いてきて、はい、バッチリです。みんなの応援や笑顔のことを考えると元気が湧いてきて、みんなから勇気をもらうヒーローもこんな気分だったのかな。自分がアイドルになって分かりました。ヒーローって仲間がいっぱいいるんですね。はい、応援してくれる人みんなを笑顔にして元気いっぱいにしてきます。
じがするなーって思ってたんです。あのウィングで優勝もできましたし。ですよね。それにこうやって星がいっぱいの空を見てると、優勝するまでお世話になった人たちの名前も見える気がします。はい、番組の終わりにエンディングテーマと一緒にスタッフさんの名前が出てくるみたいに、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、豆丸、友達のみんな、ユニットのみんな、葉月さんに、社長さん、それで最後に一番大きい字でプロデューサーさんです。はい、プロデューサーさんにはいっぱい助けてもらいましたから、あのプロデューサーさん、本当にありがとうございました。私プロデューサーさんのおかげで優勝できました。いいえ、私とプロデューサーさんはチームですから、チームの勝利なんです。ヒーローも一人で勝てるわけじゃなくて、仲間の助けが必要ですから、一緒に戦ってきた仲間の協力を忘れたらダメです。こういう話をしてるとやっぱり最終回みたいですね。今日お家に帰って眠ったらまた明日が始まって、私たちのお話は続いていくんですよね。いっぱいお仕事をして、もっといろんな人が私を見てくれるようになるんですね。ヒーローを見て私が元気をもらうみたいに、私ももっとたくさんの人を元気にできるんですよね。やったー、私すごくかっこいいアイドルを目指して頑張ります。だからこれからもよろしくお願いします、プロデューサー。